はい、こんにちは。今日はトミカイベントモデルナンバー27ラフェラーリ買いに行ってきました。けど買えませんでした。今回わざわざこれを買いにトミカ博2回目だね。8月18日の2時過ぎぐらいに着いたのかな。そしたらやっぱりこれ売ってなかったね。静岡から車で運転しながら行ってるサービスエリアとかでね、ツイッターでこれもう品切れしてるよってツイッターでは流れてたんだけどね。そしたら他にももう品切れしてたね。でこのドリームトミカコキンちゃんの仕様も売り切れてたよね。ちょっとこれは予想外だったけど、こっちのアンパンマンはまだ売ってたね。在庫わずかになってました。これから行く人はどうかな、買えるかな。ちょっと微妙な感じだよね。でGR スープラレーシングコンセプト、まあこれはもう結構前に品切れしてたもんね。で予想外にこの辺のトミカ博ラーメン屋台っていうのも品切れしてた。で会場の映像はこんな感じです。こんな感じで品切れの表示がされてたね。でネットとかには追加の入荷はありませんって出てたね。だけどこれ今後のイベントとかでは発売されるから、また今度買いに行けばいいかなと思ってます。だけど今回トミカ博2回も行ったから結構大変だったよね。でこれって1人5個限りって書いてたけど、それでも午前中で品切れるって結構すごいね。この前のシビックタイプ R みたいな、そんな感じかな。まあ、それよりも人気があるってことかな。でこのモデルを今手に入れようとしたら、もうネットで買うしかないよね。ヤフオクとかメルカリだよね。だいたい3000円ぐらいしてるのかな。品切れ情報が出た瞬間もうちょっと値段上がってたけどね。で8月第3土曜日はこれだね。トミカラフェラーリ初回特別仕様と、でテスタロスタトミカプレミアム発売記念仕様だね。でこっちは買えました。というかこれも実は朝早くにイオンに並びに行ったら買えませんでした。売り切れたね。だけどこれはネットで予約してたやつです。ネットで予約しててよかった。初日のアトラクションはほとんど遊べなかったけど、今回のアトラクションは夕方行ったから結構ついてたね。しっかり遊んできました。こっちもまた解説していきます。だから今日もこれを買いに、ね、ネットの情報とか知らずにトミカ博行く人もいるかもしれないよね。今日行く人はこれじゃなくてアトラクションでたくさん遊んでいってください。で今回はこのイベントモデルのラフェラーリも買えなかったし、朝早く並んだこっちも買えなかったからね。結構ダメージ大きいね。はい、今日はこのトミカ博でこのイベントモデルラフェラーリが買えませんでしたっていう動画でした。おしまいです。バイバーイ。